Buenos días, ¿cómo están? 皆さんこんにちは、アリスです。今日はメキシコの好きなところ5選を発表したいと思います。私メキシコに来てから1年が経ったんですけど、その1年を通してメキシコのここが好きだなって思うところを5つ紹介していきたいと思います。それではアリスのサボチャンネルスタートです。アリスのサボチャンネル。はい、ということでまずは一つ目はなんといってもね、人です。人がなんか優しいんですよね、本当に。メキシコ人結構比較的明るくて、冗談とかがね、上手い人が多いですね。街とかでお気に入りのワンピースとか着て歩いてると、なんかそのワンピースなんか可愛いねって全然知らない人がなんか普通になんかそうやって褒めてくれるんですよ。日本だとナンパみたいになっちゃうじゃないですか。そういうのもなんと何もなくて、人商店のおばちゃんとかタコス屋のおっちゃんとかがなんかこれいいねとか普通に褒めてくれます。はい、ということでメキシコの好きなところ2つ目は食べ物が美味しいところです。メキシコ料理ね、もう本当に結構どれも美味しくて、あんまり外れがないというか、たまにねすごい辛いのとか食べれないんですけど、結構比較的美味しいメキシコ料理が多いです。日本人の口にも合うと思います。例えばポゾレだったりモレだったり、あとはエンチラーダス、ナチョス、もうね、さまざまな美味しいメキシコ料理がね盛りだくさんです。しかもね安いんですよ、本当に。タコスとか1個60円とかで食べれるんで、それもう2つぐらいで結構お腹いっぱいになるんで、でもそれでも120円。しかもその地方ごとにそれぞれの地方のなんか代表料理みたいなのが違くて、それもねすごく美味しいので、メキシコ国内の中でもいろんな料理が楽しめます。サルサとかチレとか、あと野菜とかなんかお肉とかをすっごいなんか長時間煮込んだりして出してある味が多いので、すごいなんかコクとかも違うし、なんか再現しようと思ったら多分再現できないような料理がたくさんありますね。すごい美味しいです。続いてメキシコの好きなところ3つ目はフルーツ天国なところです。もうね、フルーツがね安い、本当に安い。例えばみかんだったりマンゴーだったり、日本にはないようなフルーツもたくさんね売ってるんですよ。でしかも日本だと結構フルーツって高いイメージあるじゃないですか。こっちは本当になんかスーパーとか八百屋さんとかにもドサって売ってて、でそれがキロ売りで何円みたいな。しかもものすごく甘いんですよね。オレンジもすっごいジューシーだし、なんといっても特に美味しいのがマンゴーです。もうメキシコのマンゴーはもうプリプリで本当に美味しいんですよ。もう身がもう弾けるぐらいもう大ぶりで、で中もねもうトロトロに甘くて本当に美味しいです。で1個70円とかしないぐらいなので、もうぜひねフルーツ好きな方はね、メキシコはもう本当に天国ですよ。フルーツ天国。メキシコの好きなところ4つ目は音楽に溢れてるところです。例えばなんかレストランとか入っても普通になんかマリアッチの生演奏がなんかちゃんちゃかちゃんちゃかって聞こえてきて、なんかどこに行ってもねなんか音楽が絶えないんですよね。グアナホトのセントロっていう中心部とかはカジホニアーダっていうなんか音楽隊とその観光客が一緒にそのグアナホトを回るツアーみたいな感じなんですけど、もうそれが毎晩のようにいて、もうどっかしらで音楽が聞こえるのがもう当たり前みたいな。でその音楽っていうのも生演奏なんですよ。ストリートミュージックがされてたり、ある日はウクレレが流れてたり、トランペットの音だったり、もう街中から音楽が溢れ出しています。でメキシコの好きなところ最後ラスト5つ目は物価が安いところです。食べ物もそうだし、フルーツでも言ったんですけど、とにかくねメキシコは物価が安いです。例えばちょっと高級そうなレストランとか行っても大体200とか300ペソなんですけど、1200円とか1800円とか、スーパーでめちゃめちゃもうリュックいっぱいに買っても3000円とかで結構1週間分の食料とか持ちます。なのですごい住みやすいです。またねこの物価の話は他の動画で詳しく
していこうかなと思います。ということで今回はアリスが選ぶメキシコの好きなところ5選をご紹介しました。いかがでしたでしょうか。少しでもこの動画が役に立ったよという人はいいね、そしてコメント欄にコメントとチャンネル登録、まだの人はチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。アリスでした。 Muchas gracias, nos vemos, bye, chao。こんにちは、アリスです。今日はメキシコの好きなところ10選紹介したいと思います。